どうも皆さんこんばんはこんばんばは日本社会の闇を徹底的に暴く完全ドキュメンタリー社会特報部、えー、今回武さん何をちょっと最近寂しいんですよねなんかおー武さんがそうやっぱ弱い30を超えはいはいはいしばらくの時が経ちはい孤独に生きてる中で確かに確かにちょっと寂しいなと思った時に、うん、ちょっとその 子供の頃の遊びを思い出し、なるほど。寂しいし、マやかさんにも、はい。刺さるんじゃないかっていう。孤独を癒せるわけだ。そう、社会実験だ、これ。まあでも多いですからね、今やっぱり、この孤独な中年って、一人で過ごしてて、すごいなんか孤独でおかしくなっちゃうっていう中年多いですから、社会には。そうなんです。そういう人にじゃあ、訴求できればいいね、この遊びがね。右手と左手あるじゃないですか。おう。で、はい。まあ、なんでもいいですよ。右手を、フレディ。うん。左手を、うん。 コータロウみたいな感じで、名前をつけて、喋るんです。やあ、はい、フレディ。<laughs> はい。なるほど。うっす、みたいな。え<っ>コータロウどう、みたいな。ああ、手も自分でやるんだ。コータロウ何のスパゲッティが好きナ、うん、ポリタンみたいなことをやるわけですね。はい、はいはいはい。やるじゃないですか。はい。それを、二人でやったらさ、んさんで喋れるみたいな。<laughs> はい <laughs> なななるるんじゃいかかとと思っってて賑やにこねさすが飲み込みが早い。いやちょっと飲み込めではないけど。ということで、お互い右手と左手にまず名前をつけて、島かさんの右手が殺し屋フレディで、左手が学級委員の花子。花子。うん、学級委員の花子。学級委員の花子と殺し屋のフレディってなったわけだ、俺の右手と左手は。そう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 。じゃあ、わしはどうしようかな。 ええと,、うん、<laughs> と、両、漁師ゴロと、うん、なるほど。僕の右手はゴロね。漁師ゴロはい。漁師のゴロえ相手は、あのー、三ササトル三郎で。まあ、職業似てるけど、どっちも <laughs>。どっちも名前と職業は似てるけど、まあまあまあ、まあ、はい。話題は好きなパスタで。はい、なるほど。島やかさん、はい、好きなパスタ何ですか、はい、僕は、まあ、ボンゴレですね。ボンゴレビアンコ魚、魚か、魚、いいよな。<laughs> あ五郎さんもそう思います。やっぱ漁師だからあれが好きなんだ。五郎さんもやっぱじゃあ魚系のパスタが。そ,そうなんよ。俺は貝などを取ったりするんよ。素潜りして。だから俺もボンゴレビアンコが好きだぜ。ちょっと待って。私、学級員として言わせてもらいますけど。誰だ,だ,だ学級員の花子です。学級員として言わせてもらいますけど、<子>俺っていう乱暴なこととかどうかなと思う。もっとちゃんと自分のことはわ僕、私って言った方がいいと思いました。ち、めんどくせえやつだな。 あち、めんどくせえやつだな俺はもう生まれて60年ばかりこの言葉遣いだからおめえのような小娘にどうだこうと言われたくないよそうだそうだまあ確かによくなかったね確かにあの人のそのめだって人のそれぞれだもんね自分の言い方はねここは学校じゃないわけだから花子さんごめんなさい言いすぎましたサッカー止まってるフ,フレディおめえの好きなパスタは何なんだキルユー そうシマ島コさんは好きな <laughs> ボンゴレの。どんなところが好きなんですか <laughs> 僕はそうですね。僕、ボンゴレのアサリが入っている、僕、アサリ好きなので、アサリが入っているところも好きですし、クリームとかより塩気のさっぱりした方が美味しいと思うので、山菜取りの,そのサブローさんなんかは、あれですか、パスタにやっぱ入れるのはこだわりの山菜があってっていうのがあるんですか俺もボンゴレが好きだ。え、そうなんだ、牛偶然ですね普。普段は山菜を取ったりしてるから、食べてるからこそ。 たまにパスタなどを食うときは、魚介がいいんだよな。おー、違うだ違うぜ違うの違うぜたけちさん、たけちさんは殺すとしたらどんな女を殺したいですかえっと、うーんと、趣味がなんか、動物の森みたいな。ちょっと待ってはい。女じゃなくて女性って言った方がいいと思う。さっきから、花子、めんどくさいやつだな。あ、俺だこれちょっと待ってさっ、さっきから、花子はめんどくせえつだな。<laughs> ごめんなさい、私、学級委員としてどうしても黙って、うおーく、く、くしねーく、くしねーちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。はい。ですか急に。殺人鬼な <laughs> <laughs> 殺人鬼なので。えー、あのー、はい。もうちょ、ちょっとちゃんとやってほしい <laughs> あのー、いや、結構ちゃんとやったつもり。 だったんですけど。いや、じゃあ、殺人鬼だからこそ、はい。ちゃんと殺人鬼として会話してほしい,い殺人鬼として会話してほしい。あ、あくまでその、会話劇なんですね。だから、あくまでお話をするのがメインなんですね。もっと、俺もなんか、殺し屋とかじゃなくて喋りやすいやつがよかったな。ああ、そう、ちょうん、殺し屋がね、ちょっとね。そう、殺し屋がちょっとなんか、どうしていいかよくわかんなかったから。うん。じゃあ、留学生とかの方がいいのかなメロニュア。メロニュア。留学生メロニュア。左手は、日系三世の。<laughs> なんで、似ちゃったのフフ <laughs> 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 どっちもなんか外国の風を感じるキャラクターになっちゃったけど左手,もう左手は全然違うキャラがいい全然左,左手は全然違う喋りやすいにしい回答フランスは8世 <laughs> フランスは8世ね僕はあれあの八百屋の八百屋の玄さんとポチ、はい、犬よしこれ,これならいけるぞえーじゃあいきますかはい さん最近調子はどうですかまあ悪くはないですねもうぼちぼち良くもなく悪くもなくいつも通りって感じが続いてますね嫌なこととかありました最近最近あった嫌なことあああの車のワイパーを交換しようと思って車屋さんに行ってすいませんワイパーの交換お願いしますって言ったらすごい旺盛な態度をされたことですかねパウッパウッそれは大変でしたねうん大変だったゲンさんはなんか <laughs> いいこととか悪いこととかあった 大根がたくさん売りたずいいあ,あでもそれずいいことですねどこでいいすみませんかお前の両隣にいるやつはのことを紹介してくれよあああのすみません僕の友達であの、留学生のメロキはどうも、うん、はじめますて私あんまり得意じゃない日本語どこの国から来たんでいい八百屋は学歴があんまり高くないから <laughs> <laughs> 私の国を聞いてもピンとこないので言う必要はないうん、じゃあそっちのあんちゃんは何者なんでいい紹介が遅れりました私怪答フランスは発生私に盗めないものはないちょ,ち,ょち,ょちょっと待ってくださいはいそ おかしいでしょその、まん、なんか真ん中のやつのメガネを急に取って喋りだし <laughs> 始めるのは。いや、おかしいでしょそんなことあるじゃん。だって。そん、そんなやつ見たことあるかそんなことはあるやん。だって、その飲み会の時とかでも、こう、その紹介の時にちょっといたサらすみたいなやつあるやんか。別に。喋りがない。そういうやつってことそういうやつしょ。怪盗だから。怪盗フランソは8世なわけだから。ちゃんとやってほしいな。僕は怪盗フランソは8世。かの有名な大泥棒、フランソは 五世。<ん>フランスは六世の孫さ。じゃちゃんとしてください。間違えてるじゃないですか、今。いや、なんで分かるでしょう。<laughs> 孫っつった。孫っつって八世から自分のやつを引き算とかしてましたよね、今。そんなことない。私、5っつったし。そんなことない。そんなことない。ごめんごめん。あるかそんごめんごめん。五世とちょっとあの家庭関係は複雑すぎて、ちょっとごめんよ。それはちょっと悪いことしたな。竹内、お前、そんななんかできるとなことに口を出すんじゃねえ。 ごめんなさい。いや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 お前なんかゲンさんが急にお前の頭をカリカリしたけど、<laughs> どうなってるわけ <laughs> ゲンさんが急にお前の頭をカリカリしたけど、<laughs> そんなことないだろう <laughs> なんでお前の AA にゲンさんが付き合ってるのに <laughs> いや、まあ、まあ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 、いいじゃないですか。まあ、な,なぜあのお二人はあの日本にいらしたんですかああ、僕はうん勉強のために来ました。え僕,はそ<ー>僕はそもそも日本人です。ああ、え フランスワという名前なのに日本人なんでい、ね、あ,あのその親戚ってまあそのあれれ、うん、とおばあちゃんがおばあちゃんっていうか一世が一世からずっとそのフランスワ世を名乗ってるだけであのすごい日本人ですあおば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 お何で武チは犬を連れてきたわけこ,この場にこの言ったら飲み会じゃんかこのみんなので盛り上がる飲み会になぜ犬をわざわざ連れてきたの <laughs> いやなんか結構犬って可愛いしうし、ん、ホームパーティーみたいな、うん、どゲンさんとはどういう関係なの武チは ゲンさんは、えっと、犬じゃなくて、あの、行きつけの八百屋の、お前に行きつけ、行きつけの八百屋があるんだ。そうそうそう。で、そこの、犬の別が、いるって感じで。ゲンさんが飼ってる犬なんだ、そあ、そう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 。あ、そうなんだ。あ、そういう関係性なんだ。なるほど、なるほど。で、パーティーどうですかって誘ったらゲンさんが犬連れてきたんだ。あ、そう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 あ、僕よしー。いい感じですね。あ、今のが良かったのよ第2セクションはすごく良かった。 あんまり喋ってなかったけどな、代理セクションは急に。理セクションはなんか、<laughs> あんまり僕の人たちが喋らないセクションだったけど。でもこれって永遠にできるっちゃできるからまあまあまあ確かに,確かに,確かに。永遠にやってもいいんだけども、いろいろね、これ考え方によってはいくらでもできる。はい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 。何でもいいですよ、足でもいいし。ああ、じゃあ足も入れたらもう、じゃもうかなり数は増えるわけだ。チンチンとかもやっていいんですよ、別に。ああ、チンチン、そうなるほどね。だうん、じゃあもう、じゃあ、人で5。ー0 0みたいな名前をつけて、一人でーいけるわけだチンチン。そう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 、いうこともできる。だチンチンは映せないから。<laughs> ま会話に入れられないっていうか <laughs> 確かに確かにその観点で下中さんの右手はちっちゃい頃に引っ越しちゃった幼なじみの下中さんがねあ俺の幼なじみのちっちゃい頃引っ越しちゃった俺の幼なじみの引っ越しちゃったジュリアジュリア,ュリアああなるほど左手がスーパーで働く主婦しずえああなるほどなるほどどっちも女性で俺は下中さん自身はうんえ俺自身も変わってくるのそのののスーパーパ店長の活動 俺,俺も違うの俺も渋谷じゃなくなるの俺も違う人になるのこれ。え、僕の右手が <laughs> 区議会議員の浜田達夫。名前かぶったけど浜田達夫と俺スーパーの店長の達夫なんだろう近い。浜田さんって呼んでもらえ浜田なるほど浜田さんね。<laughs> <laughs> えー、犬のえ犬また,犬の,た,た犬の太郎。あの犬うまく勝つ第二セクションの時の犬全然うまくいってなかったけど全然盛り上がりに。 貢献しなかったけど、たまになんか思い出したようにバウバウ言うっていう。で、え真ん中が、おぉ。え、お前はお前なんだ。え、ちょっと俺だけスーパーの店員になったけど、どういうことなのえ、なにこれよーい、スターえ、怖い。え、俺、え、どう、どう、はじめまして。どうも、スーパーの店長やってます。カツオです。スーパーの店長は何のようですかあ、ちょ、あか呼ばれたので、今日飲み会があるっていうことで、はい。パーティー、ホームパーティーがあるあ、よろしくお願いします。 こいつ。<laughs> <laughs> あ、あ日今日皆さんに集まっていただいたのは村おこしのためのアイディアを出していたとこうということであ<ー>あザッくばらにねあのこの村に住んでて嫌なこと悪いこときついことなどをね出してくれればいいですよ村議員なんだね区議会議員じゃなくて区議会議員って紹介されてたから区議会議員の浜田って言ってた浜田先生って言ったから,村,だから村おこしだから,村,だから村議員なんだね村会議員なんだね 違う <laughs> え、組会議員リリの私がこの村まで来てやったのだ、うん、関係ないじゃないですか浜田先生は言ったらこの村にはもうそういううるさいこと言っちゃダメ全然昔から変わってないんだねカツオんってジュリアちゃんあ幼馴染のジュリアちゃんじゃあちょ,っとちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってはい幼なじは下山さんの幼なじであって、はい、カツオとは何の関係もないわけだちょっと待ってくれ <laughs> あっカツオとは関係ないんだこの子は うん。あ、俺の幼馴染。みあ、そう、下中さんの幼馴染ですっていうふうに。え、この子なのこの子なんで来たの俺いないのに。いや、まあ村の人なんでしょ。う。村の人なんだ。なるほど、なるほど。ごめんごめん。村長にしよう。下中さんの幼なじであり、村長の。村長ここの村女が村長やって、別に悪いことじゃないけこの村女性が村長やってんだ。村長のジュリアさんはどんなふうにお考えうん、まああの私女性なので、あんまり難しいことは分かんないと思いますけど、 あそうなんだ。女性って難しいこと分かんない。いや,いや、分かるんですけど、難女性ないであの視点を生かす、生かした村を越してなってくると、うん、やっぱりその、この村ってコスメショップがないと思ってて、コスメショップ109、例えば東京だと言うと丸9とか、まあ、百貨店の1階にあるみたいな、うんうん、ああいう、その、美容指導員さんがいるようなコスメショップを作ると、若い女性もいっぱい来てくれるんじゃないかなって思います。さすがジュリア村長。村長ならではねえけど、村長にした会があった。ありがとうございます、浜田先生ス。スーパーの店長とその、 でか働く主婦しずはど,どんな問題先生はそのしてらっしゃるんですかちょっと待ってちょっと今誰が喋ってるかよく分からなかった今スーパー今スーパーの店長が喋ってたけどいやでも明らかに村長が <laughs> 村長が口パクパクしてたのに <laughs> そ,そんなことないだろう <laughs> いやしてた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 ちゃんとやってほしいなもう <laughs> ダメだなんか俺だけ二人やらされて竹内は片方がいるんだからなんかバウバウ言ってるだけで楽みたいななんかそういう不公平な感じはいやそんなことそんなことそんなこと,そんなことない 犬大変だよ <laughs> 犬大変かいや犬がいる感はあったじゃないですかないないない全然犬,犬いるねみたいな,たい,ないや犬いるなかないよ全然じゃあ,じゃあなバウバウって聞こえて何だと思ってたんですかタケチ <laughs> 本人が喋ってるなと思っておかしいでしょだ,だ,だとしたら言うべきだよ、うん、そのバウバウって何みたいな <laughs> でもなんかもう言っちゃいけないみたいな空気を感じたからなんか急に大きな声出して立ち上がったりとかしそうで怖かったからタケチ犬じゃないよねそれって言ったら あー満足したあーよかった良かった <laughs> じゃあお疲れ様ですあ、こわこわーちょっと最近寂しいんですよねなんか。